そして南2局、トンチャは小田です。小田さん頑張って。さあ、小田のハイパイ。どうでしょう。どうでしょなんとなく、なんか見えてますね。そうですね。一応下の方の3色はい。系の役ははいはい。狙えそうな頑張ってほしいで感す。じです。はい。筋度も良さそうだけど。そうですね。筋のワロンが見えたりですかね。小田3ピンはここにしました。悩ましい。どうしましょまあ、バンズとピンズの下で、ね、とりあえず一目打ちで、ソーズで2つ作るか、ピンズで2つ作るかっていうところがね、まだ決めきれないところですそうですね。ね。筋の珍論の種が完成しました。ここで小田が E ピンを知って三トン旬ですね。まあ、の狙いをは。目指します。で、ソーズの4号とピンズの7、8、どっちも決めずに保留したってことですね。ということ4は、面積目を。ファーロンも目指せる形ですかね。にまあ、す難しい。ることはないんじゃないですかね。で、三頭身をどうで目すか、指しまあ。ますかね。一応、その保険もあるけど、まあ多分、ソーズ4号を使うか、ピンズ78使うかがメインかな、その選択肢として。日本麻雀ではこう安牌を残して決め打ちしていくことが多いと思うんですが、中国麻雀はたくさんの天秤がかけられて面白いですよね。そうですね。これ、まあ、結は局、良さそうな端っこにしましたい。ね。はい。小田は三トン旬を目指します。大丈夫？大丈夫。ね、いらないところでした。もぎる範囲だけでよかったですね、よ凍れかったのよが。かった。ドキッとしますドね、キッなんかあとるしと。ますね。本日は皆様に見やすいように風呂灰を真ん中に寄せてもらってますので、ちょっとぶつかってしまうことがあるかもしれませんが、お許しください。内田がカンパーワンが入りました。まだですね。まだですかね。桜井がイーシャンテンになりましたね。なりまあれ？した。なりましたが。とりあえずね、ピン風にして、積もれば、上がれる形ですか上がれるね。形を目指すと。目指してる形そですね。れから、ソーズがね、一つ、24が4号とかに変われば、3分後とか。ここで小田に三トン旬、123の三トン旬のテンパイが入りました。小田は韓梁腕ですね。韓梁腕は桜井が2枚持ってるん桜だっ井がけ？2枚。そうですね。
で辻野が1枚持ってますので残り1枚。こちらはトンのドイツを落としていきます。さあ辻野は9ピン持ってきましたが9ピンを切りました。さあ小田最後のリャンワンを積もれるか。くらいの手が進み方によってはね、はい、ジャン島候補のヤンマンが、ね、はい、出る可能性ありますか。まあ小田になら打ってもいいかなっていう感じですかね、うん、かまあ自然に、はい、差し込むまでありますかね。そこまででも誰か危険な兆候って特にないから、うん、ないので、まあ、特に差し込む必要もない。そして辻の2点牌が入ります。これは、つも線、ね。そうですね、カンパッソの点牌が入りました。グリグリグリ、何マン何万 ?7 万ですね。C1。さっき9ピン切っとけばっていうグリグリですね。きっとね、3分後に振り返られたのにな。なるほど。さっき、ジャッキーの1点取る必要は本当はなかったんですね。どっちみちつも線なのでね。本当ですね。と今、悔やんでるとこじゃないでしょうか。ですね。で、どうしましょう。ウーワンを切りました。下が怖いってことですね。ただ、まあ、今まあ直見物だから、うん、まあ薄ね、可能性は薄いですけど、三色狙いで振り点ってことはちょっと考えづらいですけど、ね、そうですね。お、これで辻野は三プーコーの天牌となりましたですね。これでパーソーで出上がり、パーソーで出上がり、運送は積も上がりもできないですね。あ、でも運送3枚できます。あ、じゃあ4枚目なので運送も出上がりができます、はい、まだリャンワンを積もりたい。くらいローピンを抜きました。持ち田も撤退してます。あ、辻野が4枚目のウーソーを叩きつけました。宇宙連、あ、ピンフ、宇宙連ピンフシーシャン、シーシャンホン、フージェイちゃん、11は19の積も上がりとなりました。いや、叩きつけましたね。叩きつけましたよ。はい、4枚目ですからね。道中ね、いろいろあったけど、結局、嘘待ちにできたんで、はい、ね、結果、オーライって、ね、はい。